時にバイト選手よ。ミスターブラウンのメール5秒でいいから引きつけておいて。色仕掛けだね。触ってみ。誰も色仕掛けをしろとは言っていない。お前がやりたいと言うな。それぐらいできなきゃ選手失格だし。それにさ、父さん。なるほど、ならば。オーキーどーきー、鈴葉お姉ちゃん。いじめたりしない。いかに。筋を通しに来たのなら聞いてやる。ただし審査。先ほどは失礼しました。こちらも気が動転していた。そこで謝罪の意も込めて我がラボを代表し。店長、刮目せよ。やあ。うわ、よくやった戦士よ。お前の英雄的行動に感謝する。没收的。この変態。変態はおめえだろうが。いきなり脱ぎ出したと思ったら服を俺の顔面に押し付けてくるとは。大したプレーだったぜ。岡部に感謝しねえとな。プレイとか言わないでくんないかな、キモい。とにかく今日は一日その格好で仕事しやがれ。へそだし結構結構。なんなら店の前で客引きしてくれてもいいんだぜ。前に言いつけるよ。あの子はおめえより俺の言葉を信じるだろうよ。何しろ俺の娘だからな。